ロバート・ハフはイギリス出身のカーレースドライバー。世界ツーリングカー選手権の2012年シリーズチャンピオンである。イングランドケンブリッジ出身。カートでは1992年から1997年にかけ参戦したプロカートエンデュランスシリーズにおいて5度のチャンピオンを獲得した実績を持つ。1998年以降はフォーミュラフォードのジュニアシリーズ、フォーミュラボクスホールなど、ジュニアフォーミュラにも参戦したが、プジョー306トロフィー、イギリス MG、BCV8 選手権、イギリスルノースポールカップなど、主にツーリングカー系のカテゴリーで腕を磨いた。フォーミュラフォード、フォーミュラボクスホールの両選手権においても初年度でチャンピオンとなっており、少なくともジュニアフォーミュラの段階では、特段フォーミュラカーの運転を苦手としたわけではなかったが、ハフはツーリングカーの道を選び、2003年にセアトクプラチャレンジでチャンピオンとなると、翌年はイギリスツーリングカー選手権へとステップアップした。なお、父親はボリックスの経営者であったため、初期のキャリアにおいてはボリックスを主なスポンサーとした。2004年はWTCC で初年度でしかもペイドライバーという立場でありながら、セアトトレドを買って2勝を挙げるなど活躍し、ランキング7位を獲得した。この年 WTCC でハフが所属していたチームを率いていたレイ・マロックは、翌2005年から世界ツーリングカー選手権に参戦を開始する予定だったシボレーの計画に関わっていたため、ハフはその正ドライバーの一人に抜擢され、以後、WTCC でニコラ・ラリーにアラン・メニュとトリオを組むこととなる。チームが投入したシボレー・ラセッティは戦闘力を欠き、初年度は苦戦を余儀なくされたが、翌2006年9月にチェコのブルノサーキットで行われたレースで、5月のアラン・メニュの優勝に次ぐシボレーにとっての2勝目を挙げることに成功した。2007年もシボレーから WTCC に参戦し、引き続きラリーにメニュをチームメイトとする。この年はランキング9位となる。2008年は頭角を現しランキング3位を獲得した。2009年は新車シボレークルーズが投入される。2010年からはラリーニに代わり新たにイヴァン・ミュラーがチームに加わった。この年からチームと共に快進撃が始まりたチームを圧倒するようになる。2010年はランキング3位、2011年はランキング2位と着々と順位を上げていき、ついに2012年にチームメイトのメニュ、ミュラーを破り、WTCC チャンピオンを獲得した。しかしこの年をもって、シボレーがワークス撤退を表明。これにより長年在籍した RML を離れることとなった。2013年は、ミュニッヒモータースポーツからセアトレオン WTCC で参戦。第4戦ハンガロリンクと最終戦マカオの第2レースで優勝するも前年までの勢いが衰えランキング4位に終わる。2014年はラーダから参戦。ライバルより戦闘力を欠いているラーダグランタで苦戦を強いられたものの第9戦北京の第2レースで優勝しラーダにとってチーム初優勝をもたらした。さらに最終戦マカオの第2レースでは、ファイナルラップで、イヴァン・ミュラーの猛追を振り切り前年に続く、マカオ連覇を果たした。しかしランキングでは、前年を下回る10位となった。2015年は、新車ラーダ・ベスタ WTCC で参戦。この年の表彰台は、第5戦ロシアの第2レースでの2位と、第9戦、ツインリンクモテギの第2レースでの3位の2度のみで、未勝利に終わり、ランキングでは前年同様10位となった。2016年は、ホンダレーシングチームジャスへ移籍。開幕戦フランスのオープニングレースで移籍初戦で優勝し、完全復活が期待されたが、以降は勝利に見放され、ランキング6位に終わる。2017年は、ミュニッヒモータースポーツへ復帰し、シトロエン C、エリゼ WTCC で参戦。3年振りの開催となった第9戦マカオのメインレースでポール・トゥインを飾り、マカオ3連覇を果たした。ランキングの獲得ポイントは前年を上回るも順位は1つ下の7位となった。またこの年は、インディペンデント部門の WTCC トロフィーにも参戦し、同じシュトロエンを狩るトム・チルトンと争うも9ポイント、届かず2位となった。2018年は WTCC に代わり、新設された世界ツーリングカーカップに、セバスチャン・ローブレーシングから、フォルクスワーゲンゴルフWTCR を買って参戦。チームメイトは、モロッコのメディ・ベナーニ。第2戦、ハンガロリンクのレース2では、ポール・トゥインを達成。第9戦鈴鹿のレース2では、スタート直後の1から2コーナーで、ポールポジションのクプラレオン TCR をカルペペオリオラをかわしそのまま最後まで逃げ切り優勝を決めた。初年度はチャンピオン争いを演じる活躍も見せランキング8位でシーズンを終えた。2019年もセバスチャン・ローブレーシングから引き続き参戦。しかしチャンピオン争いを演じた前年とは一転しなかなか優勝どころか表彰台に上がれず苦戦を強いられたが終盤でようやく復調し、第8戦鈴鹿のレース2で2位、第9戦マカオのレース3では、ポールポジションを獲得するもリンク&COO のアンディプリオールに敗れこちらも2位に終わる。最終的に未勝利となり、前年を下回るランキング11位で終えた。Did not finish the race, but was classified as he completed over 90% of the race distance, season in progress.Not eligible for points. ウィキメディアコモンズには、ロバート・ハフに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。